バイユーチューバーのパパさんです。さあ今日は山梨県北杜市にある名水公園ベリラに遊びに来ています。滝とか川の滑り台とかニジマスのつかみ取りとかつかみ取りとか温泉とか温泉もあります。入ります。さあ今日はねスケボーは全くなしで1日この公園で遊んでいきたいと思います。はい、何か言いたいことある人。お、はい、ゆいさん楽しみです。楽しみだね。じゃあ行きましょう。早速遊んでいきましょう。ビタビタよ。やっかろ。熱くない？大丈夫だ。オープンだ。早い。早い。早い。はい、どうぞ。トスって言ったけど。耳の抜け殻。抜け殻だらけ。こっちにもあるよ。え、マジで？じゃあゆいちゃんキャッチして。やだ。キャッチしてよ。だって怒ってさパリって割れちゃうかもしれないよ。いいよ、この帽子でキャッチする。キャッチして。いくよ。さあ見てごらん、セミさんこっから飛んでったんだよ。セミ？セミ。ハチかと。セミの抜け殻で、ね。ニジマスのつかみ取りまであと30分あるので、どっか散策してましょう。いいよ。ハンモックの中から浮き出したちょっとゆいさん高いけど怖くないの？もみじがすごいよこれ。秋真っ赤になるんだよここ。聞いてる？聞いてる？パパの話。君たちすごい秋に着る。練習練習、こうしようこれだから。ニジマスの捕まえ方だ。パパなんてこうだからね。わし。おれおれこうだよ。ピリつきしたということで。パパは竹ちゃんを持ってる。で、持ってこない。取れない。こっちから持ってこない。やめ。触ってはいるの？触ってる。触ってる？あ、あ、あ、ちょっと見て。大きいやつだよ。食べるから。あ、
るじゃん。捕まえれない。取れそう。無理。無理じゃない。取るもん。取るじゃない。取るもん。ロックスット。ほら、ヤシさん、ここ。ここ。ここにやつ黒いもん。こうだって GoPro のストップに高いと思うんだ。あれ、どれ、あ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 れ、
上手くなってる。先を狙う。あ、怖くて怖くて捕まえる気がない。怖くて触れない。あ、取れた。惜しい惜しい。大丈夫大丈夫。大丈夫これ。落とさないように。はい、オッケー。お願いします。歯が生えてる。で、下にも触ってもらったら分かるよ。触ってみ、触ってみ。ゆうさん、触ってごらん。舌がザラザラしてる。ほんとだ、死ぬのだって。ほら、こうやって命をいただいてるんだよ、僕たちは。まだ動いてるよ。あ、じゃあ、お話しいたします。はい、ありがとうございます。もらって。で、スタンテーブルに行って両面に火を振ってから、焼き台の方にお願いください。はい。こんなかかってる。そう、これ回収にして。OK。暑いからね。美味しそう美味しそう。お皿です。シェフ、そろそろですか。あとちょっとあち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 。完成。いきましょう。お魚来た。私もです。じゃんじゃんじゃん。いただきます。さっきまで生きてたお魚さん取ったやつね。うん、おいしい。おいしい。でもなんでさ、いただきますっていうか分かったよね。さっきまで生きてたやつをこうやってパパとかリュウちゃんとかコタロウニーニーが生きていくために食べないとダメじゃん、うん、だからね、命をいただきますってことだよね。だから残さないようにしようね。うん。骨がね。ゆうちゃんコーンって言ったの。最初コーンって言って、うん、間違えちゃったから、うん、したんだけど、うん、聞こえてる。グー。本当はコーンが食べたいのに
カップになっちゃって、で一回泣いた。泣いてない。ショック。泣いてない。だってすごい目が少女漫画みたいになっちゃうよ。泣いてない。ここは危ない。さあどっちだ。こっちかな。なんか涼しいね。あ、大丈夫、今足グリッてなってたけど、グリッチョだったけども。さあ、お昼ご飯を食べたので午後の部行きたいと思います。思います。レッツゴー。一緒に行って。いいよ。一緒に。一緒に行かなきゃ。行くよ、せーの。見ればいいじゃん。グー。グフリップメイクする。ただいま。こんなとこ降りれないよね。もっと低くないと降りれません。あ、ヘビ。滝ゾーンクリアです。順調ですね、ゆいさん。これビッ、あ、足が生えてるよ。ほら、これ足生えてる。どれぐらいの大きさ？ちっちゃ。ちょっと早く。川の後はおめでとう。今日はね、ママのお誕生日なので、みんなでパーティーして終わりたいと思います。はい、またどこかの公園で会いましょう。バイバイ。ツバメの巣がある。おまけ。
意外に速い。やばいやばいやばい。